マシュートーマス・マット・デイリーは、アメリカ合衆国、ニューヨーク州クイーンズ区出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。現在は、MLB ニューヨークヤンキース参加に所属。2004年、コロラド・ロッキーズと契約。ルーキー級、キャスパー・ロッキーズでプレー。2005年は、A 級、アッシュビル・ツアー・リッツでプレー。2006年は、A 級タルサ・ドリラーズでプレー。 2007年も AA 級タルサでプレー。2008年は AA 級タルサでプレー後、AA 級コロラドスプリングススカイソックスに昇格。2009年は AA 級コロラドスプリングスでプレー後、4月29日にメジャーデビュー。2010年はメジャーで開幕を迎えたが、AAA や AA、A、に降格し定着できなかった。2011年は AA、A、で開幕を迎え、 5月20日にメジャー昇格。オフにニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだ。2013年12月2日に FA となった。12月24日にヤンキースとマイナー契約で再契約した。2014年は AAA 級スクラントンウィルクスバリレールライダースで開幕を迎え、4月19日にヤンキースとメジャー契約を結んだ。 同日のタンパベレーズ戦で登板したが、1.1回を5アンダー6失点の乱調で、4月20日に、リーフとなった。4月21日に再び40人枠入りし、トリプル A 級、スクラントンウィルクスバリエ移動。5月11日にメジャーへ再昇格した。再昇格後は無失点の投球が続いたが、6月に入ると3試合連続で失点し、6月11日に、 トリプル A 級へ降格。7月12日にディーフとなったが、7月13日に40人枠へ復帰し、トリプル A 級スクラントンウィルクスバリへ移動した。8月4日に昇格し、8月5日のデトロイトタイガース戦に同点の延長11回表から投板したが、延長12回表に勝ち越しを許し救援を失敗。その後登板はなく、 8月8日に再びリーフとなったが、翌日の8月9日に40人枠に復帰した。ありがとうございます。